左左左山あ岐阜山山岐阜に山とくれば飛騨高山飛騨基礎赤石山脈ねじゃん3分3分はい3分山は3分が多いと山超短い何がしたいはい何がしたいの一応こう高額カード引いてジャンガチの行きたいところに行くおあ滋賀か岐阜の山を3分行くってことだ滋賀の山行ったやんけさっき山っていう一旦岐阜に行きたいか行きたくないかで行きたくないならそのカード使ってほしい俺は俺はだからこれに関してはもうどこでもすっ飛べる鹿児島っつったら鹿児島行かなかったじゃあじゃんけんオッケー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 これはでかいで最初はグーじゃんけんポンあっじゃんけんポンよっしゃアイコアイコしアイコでしょはい最初はグーじゃんけんポイおおさあどこ行くなんだ左左も左ですもうないいやないもう全部ルーラルーラルーラいわゆるルーラってお前バシルーラ移動のための運転誰がやってると思ってるのアナログ的ルーラルーラってお前逆に近代的ルーラまであるけど名古屋行きたいかな名古屋近場でいいのお前どこ行きたいん逆にお前私は北海道行きたい行ける今からねまあまあ運転手のこと考えてまあ一旦都会に行ってちょっと何かないかなということでなるほどねじゃあすんくんどこに行きますか静岡に行ってキムさんに会いに行きます死ねえよ爽やか行きましょう、爽やかやったら多分ギリ空いてる時間で耐えれるかもねさあ静岡の爽やかに出発マジで死んでというわけで静岡県浜松市にやってまいりましたバカでーすバカでーすマコ欲しかったらマコ持ってくるべきやったらマコデッキに入れるべきやったら間違いない間違いないサイドデッキで止めたのミスやったのお前あ爽やかあったおイエーイ爽やかお前らでもそのままやったお前3分ですよ滞在時間なんてことだ頭悪すぎるやろこの魔法カード使えお前早くはいというわけでスン君の魔法カード2枚引いて1枚好きな方を選べるっていうカードがあるんですけども完璧にシャッフルしましょうじゃあノーカットお届けしますノーカットでカットしてましたはいはい頼む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 ちゃんとご飯頼む1番目ドローおおあ30分ああいいいいでもな30分どうなんやろギリギリ食べれると思う一旦ねでも160分引いてくれそうですね60分引けたらもうはいいけ15分まあ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 でもさあと来たのにさいやほんまにそんなちょっと急がなあかんのまず俺ら別にでも学校行かなきゃ間に合わないんですそうやね間に合わへん間に合わへんそこなんや確かに一応登校中ですからねポイントそこなんやこれ海外ってことっすもんねやる中の爽やかだなんかそういうフィルターいやいやいや田舎もんかお前これすごくないですかこの光方そんなにすごくないっちゃうそれでお残しすると30分で食い切れずにお残しすると逆に良くないと思うんですよ僕は間違いないですそれで今回の限りはちょっとルールを緩くして肉が来てから30分あ、OKOKOK ルールでそこは誰も怒りません許してくださいじゃあコーラ人数分で乾杯です乾杯乾杯乾杯いいやいいやなんでお前らここ来ねんお前ちょっと待って落ち着けよお前コーラ飲めへんのなんでやねんでもなええのって感じむしろ飲んじゃうよありがとうございますありがとうございますでも俺とご飯行ったらコーラ人数分頼まれるフライドポテト1人前絶対頼まれるこれもう必須やからそれもう呼ばれなくなるけどね俺これ美味しいやつやでありがとうパパやろ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 そうお前は俺の子だ認知した。おはようございます。お、すごい。こんなんなんや。すごい。はい、それじゃあ今から行きますよ皆さん。はい。無事についてよーい。スタート。今から30分です。余裕すぎて笑う。はい、どうも。いただきます。いただきます。お上品な味わい。
肉も考えて。お上品な味わいで。こんな俺に。俺は最後の時を一緒に入れる。幸せと思わへん。こんなかっこいい俺と。俺は最後爽やかというよりかはおしとやか。一応時間的に一半ばっていうことだけど。まとめていいかなこの旅ほんまに。なんかもうソーカスに入るべきポイントではある。だってさこの旅の学びってマジそこだから。一日は意外と長いんだっていう。これ受験生の学びですよこれ。で結構厳しめで設定してほんまに終わらせるっていうの結構大事じゃない、まあ、なんでさ俺喋ってたやん今あの今結構総括してるのめっちゃ大事な場面やんこれだってマジで地球温暖化にスーパー貢献してるもんなスーパー貢献してる貢献っていうかもう加担っていうかあと2分半オッケーそろそろ紙の準備を、まずはい、ごちそうさまごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。終わりました。はい、というわけで、5回目くらいのドロータイムに入ります。こんだけ投稿って辛いんや。そうや。投稿完了まで、あとおよそ10時間くらいか。まだ半分やけ。半分ですね。ドロータイム、お願いします。ドロー、下。下。もはや、なんだ下って。海海静岡湾次ナイツ娯楽の5あっ娯楽の5来たってことは海で海水浴かな確かにうわそっか海で海水浴かな辛すぎる今から海水浴、はい、で次はナイツ15分15分も海水浴魔法カード引いてください魔法カード円光序列年長の行きたいとこに行くああ一番人権ない急に来たああここで、ね、年の子がでもいっちゃん年言ってんのお前これ僕ですね僕が一番年長実は俺の方が若いから確定がちゃでしかもこのカード作った僕なんで、まあ、実は僕のためのカードというじゃあ一旦今から海に娯楽に行きますあの下なんで、剣はないんですけど、そうですね、一応海ということで、海で、海に、正直だ、ここで、ここは、難しくないミッションなんよ。15分、海に浸かってればいいんで、何の時間だよ、それ。はい、じゃあ、行きましょう。もう、ぶち切れるわ、もう。道だけ案内しろよ、ハゲ。というわけで、じゃあ、今から海に、レッツゴこれマジ40分ぐらいの動画に出したのかな正直どっち左手元はもうイラついてるはよナビしろほんまはよナビしろちなみに間違ってます右ですかクソやこれも右に曲がってくださいクソあ、そっちは逆逆俺左って言わんかったっけ今いや今右って言ってましたよ右って言ったよ今もう目が霞が溶けて完全にマヌサ溶けました今ピンピンしてるただビンビンではないですあビンビンではないビンビンではない少し重要や少し重要だって目の前に女おらへんパイ回転したらちょっと危ないパイ回転したら結構バッキンモード入るからねやるこのバッキンガム入るバッキンガム切れるバッキンガム切れるレベルにぐらい上がってる可能性は深夜テンションになってきたな深夜テンションなるよお前なりたくもなるよお前この動画お前漆黒やでこれ漆黒や海っぽくていいやんほえよ今度の舞台はやばほんまに海暗い暗すぎるシンプルにお化け俺でも別に降りても一人で帰れる自信あるで何その何その自信何その自信はい、というわけで皆さん見えますかこちら綺麗な静岡の海です。海です。これ砂浜やん。もこの潮の香り伝わらへんかな。確かにこの海の幽霊みたいな。明け放たれたこの部屋には何もいない。あ、今からじゃあ15分測りましょうか。15分いるのかここ逆に15分いらんけどほんまに15分はい行きまーす。よーいスタート。ここで道具とかをセット。うわっやった。えくさあヘドロ作りました。くさ光ちょうだいこれくさうっうっ
なんかハエが、ハエが、ううううやばっ、え死ぬほど、えなんか死ぬほど吐いたんですけど、えなんか今もちょっと、えやばい、えぐい、マジで演技じゃない、演技じゃない、演技じゃない、ほんまに怖いこの子、この子ほんまに怖いんやけど、え怖っ、え怖っ、工場排水突っ込んだ、怖い、あと15秒、あと15秒、あと長かった、この長かった虚無の海2、1、おしまーい、行きましょう、行きましょう、はい、はい、というわけで排水浴ね、一応してきましたということで次、もう俺は何と言っても風呂に入りたい、魔法カード電光序列発動、はいはい、じゃあ今から銭湯にレッツゴーあった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 、これや、ありました、これなんかしかも良さげ、このフォントは結構良さそう、このフォントは良さそう、このフォントは良い、沖縄の温泉ちょっとヤバかったっすね、これあのなんかおじいさんが絡んできたやつ、ね、あれです温泉で絡んでくるおじいさんあるある、だいたいあの政権の話しだすっていうのがあるあるやな、それマジでマジであるあるやと思う、あれマジであるあるやと思うわそれあ、マジで、はい、というわけで到着しました、温泉です、やっとやで、冷えた体を冷まそう、俺マジでズボン今ね濡れてるんで、冷えた体を冷まそうって、たまるすぎや、北の湯、でもこれめっちゃ浜松温泉、これが噂の手、測定は、あ、やば、元気度指数 D、 血管健康タイプ E、 血管推定年齢46歳、あーや、やってるお前、お前お前よくよく見た、よく YouTube やってると思わへん、すごいと逆に尊敬するよ、顔顔見て、真顔真顔顔顔血管だってほぼ詰まってる、ほぼ血管詰まってるで、やっぱ明日投稿無理ちゃうかなこれいやなんか運転させるのかわいそうになってきたもん、これ見て俺ちょっともうちょっと、いや一応だからさ、これもしかしたらこれが悪いかもしれんから、相対としてヌエに若さっていうハンデはあるから、ある程度良くないとやっぱおかしいわけよ、ちょっと怖い、そういうこと言われるんだダメだよ、そうじゃん、電源をいじれへんから俺さ、やばい血管年齢50、46、50、見積もられてるっていう、お前はほんまに俺を使うときはこれを考慮してもうだってこれ見たらちょっと確かに労災、あ、出る、ノエに出る、ノエに出る、ヘビです、これは全然元気ない、血管年齢は若いやん、確かに確かに確かに、え、でも言うてもやん、F って何、 F って俺よりこれさ、え、待ってこれ評価厳しない、この個体評価厳しいねん、え、これ元気ない、だって俺40%やで、俺40%、お前10%、え、今日結構キャッキャ夫婦笑ったくない、あれ全部演技、いやいや元気でした、だとしたら相当、あ、でも血管は確かに血管いい、確かに今までの笑顔全部嘘みたいな感じで言われてしまう、逆にでもすごいプロ根性感じたもん、だから俺逆に、あ、測定が終わりました、あ、まだなんか、まあ、でも一番いいやつじゃないですか、まだ増しちゃう、え、そうっすね、出て元気出しっすし、これでも誰がどれか分かるな、俺らで見たら増しやな、確かに分かるな、これ誰がどれか分かるな、年齢ちゃんとしてますもんね、じゃあ最後お前、あー確かに、あ、あ、でも若い若い若い、あ、血管は若い、イエーイ、じゃあ俺が元気度一番だ、俺が陽キャだ、俺結果陽キャだよ、やっぱじゃあ車の、いや私もド陰キャだよやばいよこれ、はい皆さん、陰キャモード発動してへんと、今撮影中ですよ、オンモードオンモードステージの幕を開けるんだよ、でレイラさんも言ってたから、そらちゃんか、ですね、今ただいまやっと出発から12時間ちょいが経ちましたということで、はい、今何時ですか、12時半、12時半ということで、12時40分、
はい、今温泉から上がってきたわけなんですけれども、まあ気分もリフレッシュしたところで次の目的地をデュエルしたいと思います。はい、イエーイ。もうテンションがもう YouTuber じゃない。やめた方がいい。あとまあ店とかがそろそろ閉まってくるんで、その辺の制限はだいぶあると思うんですけど、まあなんか行ける範囲で行こうかなっていう感じです。テレ行きます。はい、せってれれー、俺のターン、ドロー。はい、じゃん。はい、右。はっ、やったやったお前、右やった。てか右多ない。おい、ちょっとガチャの入り率おかしくない、それ。 100% 右でした。いやいや海向いて右行こう。右ってやばい、この車から見て右かもしれへんからね。じゃん。お、寝る。あ、寝る。寝ていいの。じゃん。10分。あー、10分寝る。あ、雑。サービスエリアの休憩ですか。てかもう勝手にしとけ。右、右はちゃんかんで。お前、お前こっから北東行ったら長野県とか山梨、山梨県に突入。諏訪湖で寝る。諏訪湖で御神渡り車で帰るの。マジで。来期来期。右ってなんなんていうツッコミがちょっと電話さんから多く入ったんで、電話さんじゃ今どっち向いてますか今。東かな。こっちってことはあっちの方だから、これに対して右ってことは南の方ってこと。そう。行った。あ、ちょっとこれ以上下に進めないんで、まあ行ったしゃーなし、右の向かって。しゃーなしやからね、これが。そう、しゃーなしです。これはもうしゃーなしです。しゃーなしやから。しゃーなし。この愛知のなんかクワガタみたいになってるところの片方の角。ああ。そこ行ってみるか、じゃあ。いいよ、もう。もういいよ、別に。きちがいやん、やっぱり。オッケーです。一旦ですね、イラー岬。あ、オッケーです。東大。というね、愛知県のなんか先っちょ、はい、行きます。もう行こう。せーの、レッツゴー。ゴーだーい。マジかー、マジかマジかー。いや、俺らにしてはやけに頑張ってるで、これ。最近頑張ってますね。頑張りすぎやろ、ほんま。おい、よし、半島。な、何の企画やったっけ、これ。これ。企画忘れた。ほんま。もはや。ここ連れてきたのは右引いた奴らや。誰が右書いたんや、おい。誰が右引いた。お前が引いたやろ、右よ。おはようございます。おいっす。はい、というわけで今ですね、多分、真っ暗でマジで何も見えないですけど、まあ、とりあえず、イラコ岬、着いたということで、はい、というわけで今からね、10分仮眠を取って、一から土台を作り直すということで、一旦じゃあアラームを測りますか。いいでしょう。はい、よろしく。おやすみなさーい。じゃあ、寝かして。ん？おはよう。おはよう。どこ行きたいか分かってんのか、お前。学校。そう、そう、そう、そう。それだけは分かってる。はい、というわけで、長かった。長かった、長かった、長かった。24時間かけて学校へ行こう生活も、フィナーレをそろそろ迎えたいと思います。はい、1年で一番時間というものについて考えさせられた。濃すぎた。権威入った。権威すぎる。今だいたい多分3時過ぎぐらいなんですけれども、こっから大学までだいたい4時間ぐらいかかるんで、まあ、こっから安全運転で、まあ、これはもうちょっと DL システムはこっから、こっからなしですね。こっからですね、まあ、安全運転で彼らをね、無事に学校まで送り届けていきたいと思います。はい、それではレッツ登校。学校行こう。事故ったらあかん。これでいいのか。青く青く
でも続くようなこんな星の片隅で遠く遠く歩く日が過ぎて影を無事に朝8時過ぎ無事に登校することができましたということで体を起こして登校を完了させて日の晴れにしたいと思います。大学の時間だぞ。というわけで24時間登校無事に着きましたけどどうでしたか。よかったですか。最後普通に寝たんでなんか寝て起きて朝って感じですね。